看護分野での明日の担い手として学業に専念するとともに、今日のこの喜びと感激を忘れることなく、より良き学風の樹立に努めることを誓います。那覇市の県立看護大学の入学式では、大学と大学院合わせて106人の入学が許可され、上里みどり学長が新しい看護の道を踏み出してくださいと新入生らを激励しました。緊張と不安があったんですけど、また今までとは違った看護学という勉強をするのをちょっと楽しみにしています。学生たちは緊張した表情を浮かべながらも、看護師や助産師を目指していくという決意に満ちた様子でした。